そもそもその成長シナリオで、想定しているような成長が実現できるのかという、そういう議論があったことは事実なんですが、それはそれとしてですね、高成長シナリオの下でも残ると考えられている9.4兆については、これは基本的には歳出抑制と、歳出の効率化ということで、ターゲットをアチーブするというのは必要だと。財政制度に関する審議会は、内閣府が作成した2020年度までの財政見通しで、名目成長率を3%以上とする試算に疑問を投げかけました。その上で、高成長による税収増でも2020年度に9.4兆円の赤字が残るのに、この解消にも追加的な税収増を期待するのは、税収を二重に計算していて楽観的すぎると批判しました。提言の内容は、1日夕方に開かれた経済財政諮問会議で麻生財務大臣が説明しました。